はい、皆さんこんばんは。ピアノ教室応援コーチ星名陽子です。まだレッスン中ですよね、皆さんね。すいません、ちょっと早い時間にね開始してしまってですね、これもちょっと理由があるんですけど、またね後日お話したいなと思うんですけども、レッスン中だと思いますので、よかったら後でレッスン終わられたらね見ていただけたら嬉しいかななんて思います。ですね、ピアノの先生のためのノンストレス、レッスンコミュニティ、Facebook グループの方ですね、今頑張ってですね、皆さんに今こんなコミュニティあるよっていうことで、ご案内してるんですけど、なんと今76名ぐらい、あれかな、ご参加いただいて ご表明いただいてですね、今続々とエントリーしてくださってありがたいななんて思ってます。このコミュニティはですね、東村山市のですね、東村山市ですね、 金子直子先生とですね、私今ね塾に来ていただいてですね、すごく素晴らしいレッスンをされてます。健常児の方のレッスンも素晴らしいんですけども、とにかく、障害児の方、発達障害の方、またグレーゾーンの方へのねレッスンがものすごい上手でですね、もう評判に評判呼びですね、東京で、レッスンね、東村山市でやってらっしゃるんですけど、もう広い範囲から生徒さんが来ちゃってですね、もう今もう満帆で満席状態でですね、悲鳴を上げてらっしゃるんですよ。で、結局ね、もうやっぱりもう持ちきれないんで、もっともっとどんどんね、そういう方たちのレッスンができる先生をね、もう育てなきゃいけないよねって2人で話してて、もう足りないんですよ。もうやっぱり上手にやってる先生のところに生徒さんが集中しちゃうんですね。で、この傾向はもう本当どんどんこれから多分顕著になると思うんですよ。もっともっとそういった方へのレッスンをできる方をね育てないとっていう、もうなんかね緊急課題なんですよ今。もう本当に金子先生やばくってですね、超満員でですね、空きがないんですよね。で、本当に遠くからもいらっしゃって、もうお問い合わせが途切れないんですよ。なんで、もっとね、そういった障害の方のレッスンできる先生ね、いると思うんですよ。なんだけど、やっぱりいろんな、なんですかね、いろんなこう問題があって、例えば、本当はできるのに、ちょっと私になんかっていう人もいるかもしれないし、あとやっぱりもっといい、なんていうかな、やり方はもっといい情報が分かればこうもっとねストレスなくできるのに、情報がないばっかりにこ うまくこうできてなくて、ああもう私は障害者のレッスン無理だわみたいにね、こうサジを投げちゃったり、なんかそういう問題がいっぱいあるんじゃないかと思って、でもっとこうね、金子先生のこの、なんですかね、ノウハウをもっとこう広められたらなっていうことで、コミュニティを立ち上げました。こちらの方はもう誰でも入っていただけます。ピアノ先生なら冷やかしとかね、そういうのは絶対入ってほしくないんで、一応ピアノ先生であることを私が確認して承認してますんで、この人一体誰だろうっていう人はちょっと遠慮させていただいてます、弾いてます。でピアノ先生、多分音楽関係でねピアノ先生っぽいなっていう方はもう全然承認させてもらってるので、どんどん入っていただいてですね、今実際やってますよっていうことでもいいし、これからやってみたいとは思います、興味があります、いざという時のためにね、そういう生徒さんからお問い合わせが来た時のいざという時のために勉強させてもらいます、もう何でもいいです。とりあえずね自己紹介していただけたら嬉しいですし、でどんどんご自身のね、事例、困ってる事例なんかどんどん書き込んでってほしいんですよ。で私の方でそれどんどんこうね事例の方を貯めさせていただいてまとめてですね、金子先生に質問という形で、先生こういうケースはどうしたらいいですかということで、今動画をどんどん撮ってます。で動画はどんどんアップしてますので、どんどん書いていただければですね、同じようなね事例もいっぱいあると思うので、そのたんびに撮らせていただいてますので、一応今目標としてはですね、Zoom 相談会じゃない、なんだろうな、Zoom オフ会みたいな、Zoom 会っていうのか、Zoom 会、皆さんに入っていただいて、
金子先生とね直接やり取りできる時間なんかもちょっと設けたいななんて思ってます。まあ、ただ全員入っちゃうとね、もう今76人いるんで全員入ってみんなでわーって話しちゃうと大変なことになるから、まあ事前に相談者っていうのをちょっとピックアップしていただいて、それをこう調校できるような形で、まあそんな感じでね、今なんとですね、本当にこのコミュニティ無料でさせていただいてます。金子直子先生ね、本当にこういったことを広めたいっていうすごい熱い思いがいらっしゃって、まあ限られた時間ではありますけど、貴重なね金子直子先生の時間をいただきながら動画撮ったり、そういったズームもね今後やっていこうと思いますので、まあ今ね幅広く登録していただいて、発言せずにね会の内容だけ見るっていう方も全然 OK です。まあ、どんどん発言したいっていう方もどんどん発言していただいし、逆に実際ね障害者のレッスンをしている方でこう投稿見ながら、私これちょっと答えられるとか情報を持ってるとか、私こういう事例でこういうふうに対処したよっていう方はどんどん積極的にコメントしていただいていただいてもいいので、まあ、私はねその全体のこう運営の方を見させてもらいますので、まあ少しでもね何かこういったことがもっと皆さんがなんだろうな、まあ気軽にねなんだろうな、もっとそういったものがこうあまりこうなんていうかな、仰々しく捉えないで、もう資格なんかいらないです。音楽療法の資格なんかいらない、資格持ってる人しかレッスンできないっつったら、断然そのピアノレッスン、ピアノ教室の数が断然足りなくなっちゃうんですよ。で障害児の方、グレーの方、ね、発達障害の方、そういった方が気軽にねレッスンに通って、まあ、ピアノ先生とねそんなにこう大きなトラブルもなく楽しんでもらえたらいいじゃないですか。ピアノそれにいちいち音楽療法の資格ないとダメとかいうふうにこうやっていったら追いつかないと思うんですね。もちろん音楽療法の資格持っていてそういうレッスンできる方はもう全然もう堂々とやっていらっしゃったらいいんですけど、地域のね、なんだろうな、音楽療法の資格持ってからピアノレッスンしてるなんてもう間に合わないですからね、きっとね。今障害者そういった方たちの数ってすごく増えてるって言ってます。でもっとね普通のピアノ先生でも十分金子直子先生に合わせるとレッスンできるそうです。資格なんかなくてもできるそうです。ただその時に気をつけなくちゃいけないのはやっぱりまあ先生がね余計なストレスを感じないようにしなくちゃいけない。あとやっぱりねある程度ピアノの先生っていう価値観をですね一回こうちょっと手放さなくちゃいけない、なんていうかなっていうのもあるそうなんですよね。例えばバリバリにコンクールとかやってた先生が障害者のレッスンするともしかしたらかなりギャップに苦しむかもしれません。その時はもう切り替えていただいて、もうね上手にさせる、バンバン進ませる、こうねテクニックやスキルをアップさせたいっていう音楽の道をね目指すような生徒さん、コンクール目指すような生徒さんと、まあ、こちらの生徒さんはちょっとやっぱりね切り替えなくちゃいけないそうなんですね。で切り替えるのができる方はもう全然両頭使いでやられたらいいと思うんですよ。なんで中途半端にやんない方がいいかもしれないですね。中途半端に健常児さんに教えるように障害者の方をレッスンしてるともしかしたらちょっと大きなストレスを感じるかもしれません。そんなことなんかがで今ちょっと見えてきてるんですよね。切り替えたらいいんじゃないかっていう話なんで、まあ、ぜひですねよかったらコミュニティの方参加していただいて、まあ、必要なくなれば退会していただいても全然構いませんので、ぜひぜひお待ちしていますので、入っていただければと思います。ではそんなわけで皆さんよろしくお願いします。じゃあねー。